反町隆史が明かす共演 NG だった人気俳優とは。俳優の反町隆史さんがフジテレビの番組でムロツヨシさんとの過去の共演 NG エピソードを語りました。ムロさんの遅刻が原因で共演を避けていたそうですが、後には返し、現在は交流があるとのことです。みんなの反応。有名になり始めた頃はチャラいと思ってたけど、役者として成長し、体型も維持して美貌も増してる。真面目でストイックな人なんだね。この方本当にかっこいいですよね。昔ジャニーズに行ったこともあるから、綺麗な顔立ちも納得です。キモ男の青春物語や突っ張り教師の熱い活躍、どれも憧れました。若い頃からイケメンで、年を重ねても渋さが増して素敵な俳優さんです。これからも同世代の星として活躍を期待しています。嫌なことがあったらすぐに距離を置くけど、謝られたらすぐに許すタイプ。謝るのも勇気がいるし、真摯かどうかは意外とわかるよね。反町さん、最近中年俳優の可愛い部分出してますよね。肉焼くのに集中して話そっちのけとか、料理の話止まらないとか。ムロさんの遅刻嫌いも似たようなもんで、相棒でまたブレイクしてて、かっこよくてずるいなって思います。ムロは苦手でドラマ避けてるけど、反町さんは年取ってよくなったね。ムロさん待ちで反町さんやスタッフのスケジュールに影響が出るんだよね。全員の損失額も考えずに中途半端な仕事を引き受けるなって話。反町隆史さん、年を重ねるごとに渋くてダンディになってるよね。松嶋菜々子さんも上品で、この夫婦は相乗効果がある感じ。でも他の夫婦はちょっと違うかもね。ムロツヨシに対する辛辣なコメントが多いけど、彼の過去を知るとはたけないよね。小泉元師匠がうちの長男というほど可愛がってたし、最近やっと過去を振り返れるようになったみたい。でも本名はまだ言えないらしいし、今後も明かさないかも。密着ものを見るとムロの影の部分がよく出てくるよね。お調子者でふざけてるのは過去を跳ね返したいからかも。俳優仲間とやり合って遅刻、お酒好きでもプロとしてそれはダメ。失敗が許される不調があるけど、昔は一度の失敗で大変だったんだよね。反町や竹の内は渋いおじさんになったけど、キムタクや福山はどうかな。ムロは苦手だけど、反町さんはかっこよくて夫婦で素敵。芸能人は遅刻の迷惑を自覚してない。反町さん、若い時も今もかっこいいし、奥様も綺麗で夫婦円満だね。反町さんと香取慎吾が一緒にドラマで出たよね。遅刻する利害関係者とは距離を置こう。遅れるなら最初に言って、恋人同士なら許せば OK。 反町の言葉が心からじゃないと感じ、もう彼のドラマは見ないと思った。そのドラマの打ち上げで若手に偉そうに指図して喧嘩になったらしいよ。ちやほやされて勘違いしちゃうこともあるよね。反町隆史と藤木直人、年を重ねてさらに魅力的。反町が嫌いじゃないけど、 GTO は原作に忠実にしてほしいな。笑い。ムロツヨシが苦手で、反町さんの意見に同意。ムロさんは上に好かれるけど苦手な人も多い。遅刻は社会人 NG。 ムロの良さがわからない。遅刻は最悪で、飲みすぎや寝坊で遅刻するのはどの業界でもおかしい。反町は子供が生まれてから性格が丸くなったね。遅刻しても悪気ない子は大人になっても変わらないよね。ムロツヨシが苦手だと思った感覚は正しかった。反町さんはイケメンで浮いた話もなく、若手もかなわない。みんなの反応としては、反町隆史さんの成長と魅力を称賛する声が多く、彼のプロ意識や人柄に対する好意的な意見が目立ちます。特に年を重ねるごとに渋さが増し、夫婦としての相乗効果も評価されています。一方でムロツヨシさんに対しては遅刻に関する批判があり、彼の過去を知ることで理解を示す意見も少数ながら存在します。また反町さんの発言に対して心からではないと感じる人もおり、彼のドラマを見ないと決めた意見も見受けられます。当チャンネルの意見としては、反町隆史さんは若い頃からのイケメン俳優としての魅力を保ちつつ、年齢を重ねるごとに渋さと人間味が増していると感じます。共演 NG のエピソードも彼の真摯な性格と成長を示しており、今後も多くのファンに支持され続けることでしょう。